東国原英夫トランプ氏の銃撃事件めぐるやらせ。投稿を削除し謝罪、KK な判断、発言でした。東国原英夫。1957年、昭和32年9月16日からは、日本の政治評論家、タレント、作家、俳人、政治家。宮崎県知事、公選第17代に、衆議院議員1期を歴任した。ビートたけしに師事し、たけし軍団の一員としてタレントデビュー。そのまんま東、そのまんま東の芸名で活動していた。政界入り後は本名、東国原英夫。名義で活動しており、各メディアにも本名で出演している。芸能活動における所属事務所は、そのまんま東時代はオフィス北野だったが、政界入り前の2006年12月に退所し、その後フリーを経て2011年4月よりシンクバンクに所属している。ジョギングが趣味。4元宮崎県知事でタレントの東国原英夫氏が15日自身の X 旧 Twitter を更新。13日日本時間14日に起こったトランプ前大統領銃撃事件に関する投稿について謝罪した。ペンシルベニア州バトラーで開かれた集会で演説中のトランプ氏に向け複数回の発砲があった。この銃撃でトランプ氏は耳を負傷。集会参加者の一人が死亡、二人が重傷を負った。東国原氏は、事件が報じられると、これがやらせでなければ。トランプ氏は当確へ一歩も二歩も近づいたと自身の見解を示したが、実際に死傷者が出ていることから、ネットユーザーから不適切だと批判が殺到し、この投稿を削除していた。この日は、この騒動をまとめたネットニュースを引用し、これに関しては、情報収集が足りておらず、軽々な判断。発言でしたと反省の思いを記し、大変申し訳ありませんでした。訂正しお詫びを申し上げますと謝罪した。